さあ始まりましたホットバージョンです。今回はですね、はい、チューニングカーバトルです。ほう、このメンツで来たね。 BM ワークスドライバー、はい、ワークスドライバーが来たと、はい、あとはブリヂストンが送り込んだガモンが来たと、うん、そうなんです。あ、ご存知でしたか。ガモンはだってあの黒い BM、はい、あのベンツに乗ってる。あ、そうですね、はい、はい、皆さんよろしくお願いします。ガモン早いんだよな。ガモンホットバージョンとか知ってる。あのもちろん子供の時からあの見てましたよ。 VHS の時から見てましたよ、ね、俺も子供の時から見てた見てない見てないまあだけど、はい、これはさ、はい、このバトルは一体何なの。今日はですねヤリス対シビックというこういう図式でいくんですけれども、はい、ヤリス対シビック。ヤリス今ねこのヤリスとシビックがまあ世間では、うん、騒がれてこの2台はどういうどっちが上なんだだったりこの筑波でもう1分をもう切る感じの車が出てきて切るか切らないか、はい、っていうところなんで、まあ、みんなが一番気になってるだろう車です。なるほど、はい、それを今日はねタイムアタックもしつつバトルもすると。バトルお前やばいぞ。あの初めてなんであでもよろしくお願いします。やばいメンツはいないねそうね、あの大丈夫だと思いますね、はい、うん、大丈夫大丈夫。彼は大丈夫です。あ、彼は大丈夫。彼は大丈夫です。はい、だけど俺はガモのレース見てるけど汚いこと一回もやったことないから。はい、そうです、はい、そうです。だから大丈夫です。だからホットバージョン出れるんだろうな。はい、はい、汚いことやったやつは出れないもんね。はい、ありがとうございます。ホットバージョンって結構厳しいんだよ。厳しい。そう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 。もうクリーンなね、もう本当にエキサイティングなバトルをできるようなドライバーじゃないとホットバージョン呼ばないから。なんかベストモータリングとか意外と結構危なかったりしたような気がするんですけど。おじいさん。さあ進めましょう。はい。はい。はい、さあ早速行ってみましょう。はい。どうぞ。ジェイズレーシングシーカーボスレボリューション4台のチューンドカーが集結。シビックタイプ R VS GR ヤリス。ジェイズレーシングシビックタイプ R FK8。 FK はね、あのちょっとだいぶ長い間寝てまして、でちょっと今回起こしてきたんですけど、あのタービン変えてきました。一応ビッグタービンキットで、それでまあ燃焼はちゃんと取れてきたので 420K数 1.0 では出てるんで、ただそれを足がちゃんと伝わってくれるかなっていうちょっと不安がありますけどね。まあでも全然乗りやすいんですよ、うちの車は。基本的にあのそんなにまあバチバチそのまあ車のキャラクター的に尖ってる車でもないんで、うん、乗りやすいと思います。大丈夫です。この日の筑波は路面気温ともにいい感じです。ジェイズの FK8 行ってみたいと思います。何秒出るかね。ああ、ジェイズの FK8 420馬力です。車重1350キロ。久々だね。なんかこのところ新型ばっかり乗ってるから FK8 は久々。いい車だよね。DK インプレッション。
な。最終のアンダーか。まあでも結構レベルが高いからね。いいスピードで入ってるからね。あとはアクセル入れれば曲がっていくよね。デフが効いてるから。そんなに2年間寝てたっていうほどの車じゃないよ。全然レベルは高い。最終だね。最終ですね。うん、損してるのはね。最終と1コーナーだね。1コーナーもやっぱり立ち上がりなんだ。うん、1コーナーの出口と最終コーナー入ってからが逃げていく。その梅ちゃんが言うほど悪くないよ。なんか2年間寝かしてた車らしいんだよね。だけどそんなに悪くない。結構レベル高いところで寝てたんじゃない？エアスリープかなんかで寝てたんじゃないの？シーカーシビックタイプ R FK8。今うちは、まあ、キープコンセプト通りなんですけど、エンジンとタービンはノーマルを使って、でブーストアップをして、で、まあ、軽量化もしていない、まあいわゆる模範的なライトチューンになれればいいかなっていうところでやってます。つくばはずっとこの内容で私のドライブで踏ん切りがしたくて、まあ、頑張ってきたんですけど、まあ、ギリギリ届かない感じなんで、まあ、あの条件が揃ってくれれば、まあ、ギリギリ踏ん切りできるぐらいのあのスペックは持ってると思うんで、まあ、今日ねプロの方に乗っていただけるっていうことで、まあ、気温も低いんでね、あのかなり期待はしておるんですが、まあ、ただ車とのマッチングだったり、まあ、以前乗っていただいたこともないんでね、その辺がまあどうなるかなっていうのはありますね。担当はアラ選手で、基本3速がタイトコーナーだと思います。で5速入るのは裏ストレートだけだと思います。はいはい、でちょっとやっぱり水温きついんで、まあ、2周アタックしたらちょっと1周クーリング入れるぐらいの感じがよろしいかと思います。わかりました。はい、シビックタイプ R ですよ。 FF フロントドライブで400馬力オーバー、すごい。ちょっと未知の世界です。どんな走りなんですかね。ちょっとうまく乗れるといいなと思ってます。綺麗に走らせたいと思います。アラインプレッション、どうなんだろうな。すごいよな、フロントドライブで400馬力なんちらうか。これすごいな、かっこいいな。まずはポテンザ 12D のユーズドで走行。かっこいい。このね、これぐらいのウォームアップしてる感じだとすごく自然です、この車。で、リアタイヤウォームアップかけてくれてるんで、この時期ね、やっぱこうリアが温まらないでだいぶパフォーマンスに差が出ちゃうから、すごいウォーマーはありがたい。というかそういうのは FF だからあるんですよ。どうかな、とりあえず2速のあれで行ってみよう。最終はどうかな、4かな。ああすごい曲がる。エンブレを使って曲げて、やっぱりグワッてトルクが出ちゃうと、横に逃げちゃうから縦に走らせよう。ダンロップコーナーは3速を使用が、ここでいや難しい、これちょっと一回スローダウン。
Gがかかりながらの4速シフトアップが入りづらいか。帰ってみよう。ちょっと今のは自分のミス。こっから行こう。さあ今度はどうか。この4が難しい。1秒819。今慣れてる最中なんで、はい、大丈夫です。内圧だけ合わせてもらったらもう一回、はい、次3速で今2速を試してみたんですけど、はい、3でちょっともう一回分かりました。走らせてもらっていいですか。はい、じゃあ内圧だけ合わせます。はい、今はとにかく車に慣れていただいてる最中みたいなんで、まあ、このちょっと短いセッションでどこまで、まあ、荒選手が弊社の車に、まあ、合わせ込んでいただけるか。でちょっと次のセッションでタイヤ入れ替えて一発ちょっと行ってみようかなと思います。低速コーナーが2速、その方がやっぱブレーキプレッシャーを少なくして走れるから、あの変な途中で制御が入るっていうか、変なおかしい感じになるのはないね。なのでもう1回2速で練習したいと思います。出てるけど練習します。すごいいいと思います。4輪しっかり使って走らせるセットアップになっていて、だから安心感ありますね。なんかフロントばっかりで後ろ軽くてっていうんじゃなくて、ちゃんと4輪設置してます。ただやっぱりフロントドライブのこうやっぱ特徴的な挙動でいうと、ターンしてってエーペックスの手前でやっぱリフトした時に内側の内輪のリアですね、これやっぱリフトしていった時に
ブレーキの制御が変わってしまうんですよ。こういう車の多分このなんて言うんだろう、もうコンピューターというか頭のいいコンピューターがそういう制御危険になったらこういう制御って多分切り替えちゃうと思うんですけど、なのでちょっとイメージ通りのターンができないんで、そこはエンジンブレーキをちょっとうまく使ってで、ブレーキプレッシャーの少ないところで走らせるとそれが出にくいんで、だそれでちょっと綺麗にこうラインをトレースするような走らせ方で次きっちりいい時にタイムを出したいな。3でいくと打角が多くなるんで僕は2でいこうと思います。その旋回ターンインっていうところで2を使った方がなんかこう綺麗です。リアのリバウンドストローク取っても効かないですかね。やってみましょうか。やってみますか。はい、わかりました。取ってみます。ありがとうございます。レボリューション GR ヤリス、マックスで400馬力ちょっと、トルクが70キロ弱ぐらいまで出してるんですけど、今ちょっと次の新しいテストをするためにちょっと下げてます、ブーストは。正直ブーストは今 1.8 とかぐらいで走ってるんですけど、それでもまあ400馬力弱ぐらいはまあ出てるんで、今日はあのポテンザの RE12D のタイプ A 265-35-18 を使います。非常に GR ヤリスのエンジンよくできてまして、ブーストともう2キロ以上かけてうちの方ではもう 2,3 年走らせて、実情58秒1っていうコースレコードを持ってますし、先日まあバルブスプリンが組みたくてちょっと開けてみたんですけど、まあ何も起こってないですね。でまあ壊れるっていう方おっしゃいまいるんですけど、まあセッティングの仕方だったりとか、まあ乗り方だったりとか、適切な回転で適切なブーストで適切なセッティングであれば壊れることはまずないですね。はい、で今実際エンジンタービンノーマルでまあよくできてるんで、それをただブーストアップで使ってるっていうのがうちのヤリスのやり方になってます。レボリューション GR ヤリスね、レボリューションといえば軽量化がねすごく得意なところですが、このやっぱりこのヤリスも1トン50キロ、約ノーマルから200キロ軽いヤリスです。これを乗ってみたいと思います。ノブインプレッション。コースインして、一周目はまあタイヤを温存しながら、温めながら、温存しながらみたいなね。そして、ギアをね2なのか3なのかを調べる、もう3だなこれは。さあ行ってみますか。アタック中のレボリューション号にトラブルが発生してしまう。何全くもっとブレーキ効かなくなったよ。サイドもこれないし。これは筑波のコース監視カメラの映像。当たりました。こちらも監視カメラの映像。ノブさん自力でピットに戻るためにクラッシュパッド移動しています。なんとか脱出成功。
ないですか。え、ブレーキなくなった。ブレーキが2部屋侵入で最初はいたのに途中からいなくなった。一度踏み、そのブーンと踏んでしょ。で、あの本当今からコーナーに入りましょうねってところでふわーっていなくなった。なんだ。でレバーはプラプラしてるし。レバー。あ、サイドブレーキ。ああ、サイド。これも全く効かないし。サイドないの。だから何にもできませんみたいな感じで。ああ、そういうこと。体大丈夫ですか。痛くないとかね。痛くはない。痛くはないんだけど。なんだろう、初めて。一つ言えるのは怖かった。リプレイチェック。何？ノブの説明通り、初期制度はあるものの途中からターンインできない状態に。現在原因究明中です。オートプロデュースボス GR ヤリス。車のコンセプト、 いつも通り無軽量で、パワー勝負みたいなところで持ってきてます。でエンジン自体はノーマルで、マフラー触媒が富士坪さんで、制御はモーテックで制御してます。結構パワーも出てるんで300、ダイノバック裸で340ぐらいかな。普通大きなメーカーがどこまでやったら壊れるよとかチューニングメーカーが普通やるんですけど、最近のチューニングメーカーが本当にだらしないので全くそういう情報がないので、うちもちょっと先頭切って壊れるとこまで行ってみようかなとは思ってますけど、今日もまあだから5周のバトルなんでいつ壊れるかは分かんないです。最初壊れてたのはフルコンにしたりして、噴射タイミングのリミッターとかがおかしなことになってて壊れてたので、その辺もあんのかなっていうことは思ってます。ただうちのもブースト 2.4 なんですけど結構走っててまだ壊れないので、そろそろここまで行ったら壊れるとか分かれればすごくいいのにねって思ってます。毎回実験です、うちは。はい。初めてのバトルに参加させてもらいますが、楽しんで、走りたいと思います。頑張ります。ガモーインプレッション。さあ一周でまとまるか。タイムは1分0秒088。やっぱりタイムアタックは一周でこのまとめる難しさが醍醐味だと思いますけど、さっきのは完全に最終コーナー行き過ぎました。あ、白煙が出た。なんと
今度はボスのヤリスにトラブル発生。ここでリタイアに。トランスファーが割れてそこからオイルが出てますね。パワー上げすぎ、タイヤのグリップ高すぎ、まあいろいろあのストレスかかってくるので駆動系は、まあ、それはそれでしょうがないし、エンジンもだから天禄なのでブースト上げて勝負するしかないので、でまあまあいいパワーになってくるとそこそこ、ここ壊れる、あっこ壊れるっていうのが出てくるんですけど、今回はトランスファーが割れてる。でもこれもみんなの情報なんで、そうここまで行くとトランスファー結構消耗部品だよねみたいな話になってくるかもしれないですけど、まあまあその辺のところを少しずつ、なんか対策部品があれば対策していくし、何キロで壊れるって分かればこうサーキットでブローする前に交換することもできるので、まあ、チューニングカーのにやっとなってきたかなって感じです。ガモ選手に GR ヤリスでの筑波攻略ポイントを聞いた。まあ、ブレーキで稼ぐよりはなんとなくそのやっぱり四駆のトラクションを生かして、こう立ち上がりをうまくしっかり全開にして、まあライン取りも結構 V 字っぽいようなライン取りで走るのがまあコツかなと。 V 字っていうのは、最初終わったら奥まで行ってこういく、そういう感じですね。で2本目のアタック中はそれを意識しすぎてちょっとミスしましたけども、ちょっとあのイメージ的にはそういう V 字っぽくで立ち上がりを重視したラインで走るのがいいんじゃないかなと思います。 V 字ってのはどこのコーナーも、そうですね、はい、立ち上がり重視で。さあ、ジェイズレーシングの FK8 行ってみたいと思います。お、すごい設置感がある。ノブがジェイズシビックでアタックへ。ジェイズシビックタイプ R、 1分1秒667をマーク。ブレーキング1コーナー登ったところでちょっと ABS が、誤作動に近い、ちょっとパッパッパッと伸ばされるのがあるので、そこで計測1周目ってこうタイムがだいぶロスしたんだけど、まあ、そこは理解しながらあんまりこう右リアタイヤ浮かさないようにブレーキすればいいかなとは思うんだけどね。2速と3速のちょうど微妙なとこで1コーナー1ヘアピン2ヘアピンが2で曲がったらちょっとしか使えないし、3だと若干モヘーってなるしで、ちょっと美味しいとこは使いにくいというところで、タイヤのグリップとかあって接地感とかはあるんだけど、ちょっとすっきりしないなっていう、ギア比が合ってないなというところがねあるぐらいで、まあでも1秒台が出てるみたいなんで、タイムは悪くないなというところですよね。シーカーもラストアタックへ。電話しろ、ニュータイヤで。Thank you.
りこなし方がかっこいい荒選手。さすが短時間でハイパワー FF マシーンを攻略。しかし4速、ここだけは入りづらいようだ。1分0秒976。まあちょっとアジャストしてもらって、あの乗りやすい方向にはなってます。ただやっぱりそれがゼロにはなってないので、どれだけこう自然な乗り味にするかっていうところはそう簡単ではないのかなとは思うんですけど、意思疎通がなんかできた部分があったんで、次乗る時にはその辺がすごい自然な乗り味の車に進化してるんじゃないかと思って、僕は楽しみです。まあ、この3年ぐらいですね、まあ、基本的にもううちのチームだけでずっとやってきて、でまあ極力詰めたつもりなんですけど、やっぱり荒選手に乗っていただくことで、今まで少し私自身も気になってはおりましたが、まああえて、まあ、ここはもう最近の車だししょうがないよねっていう部分でちょっとこう目をつむってた部分っていうのをすごく荒選手が、まあ、論理的にインフォメーションくださったん でそれに対するフィードバックっていうのは、まあ、例えば一箇所どうにかすればいいというわけではないんですが、正直私の頭の中で今いくつか方法論が出てきてるんで、まあ、ちょっと物を作ったりとかしなきゃいけない都合、時間はかかるかもしれないですけれども、荒選手に次に乗っていただくときには、ああそうそうこういうことって言ってもらえるようなふうに持っていけるんじゃないかなというふうに思ってます。おかげさまで本当に勉強になりました。ありがとうございます。 FK に関してはごめんなさい、ちょっと1年半ぐらいちょっと開発が止まってたんで、ちょっと今回いろいろやらなきゃいけないこと間に合わなかったんですけど、次回までに課題はつかめましたので、あと1秒ぐらい上げれるように頑張ります。さあエンディングですけれども、バトルはバトルはなし。今日は一応ヤリス VS シビックタイプ R っていう回だったんですけど、役者があれよあれよと減っていってしまいまして、バトルはなし、はい、なかなかのサバイバルですね。そうですね、はい、生き残ったのはシビック。シビック、はい、それはさ、はい、一か八かで来るじゃん、はい、ホットバージョンに、はい、まあ、でも今日エンジンは壊れてないですよ全然。じゃあまずね、うん、今日のタイムアタックした結果からいきましょう。はいはい、まず、レボリューションヤリスを担当した谷口くん、はい、一周も計測せずクラッシュすいません本当に。なんて珍しい、ブレーキが抜けるとさ谷口と言ったってそれは無理でしょ。分かりませんでしたね。え、はい、それはしょうがない、はい、怖いな、すいません、はい、怖いね怖い。そして、はい、ボス GR ヤリス、ガモ選手がねすごいタイムです。はい、1分00秒088。もう早い早い、もうちょっとで1分切り、もうほぼ、うん、ほぼ1分が切れるのがもうこの辺にあるみたいな。そして、アラー選手の、はい、シーカーシビックタイプ R、はい、早いです。あれもう刺激的、うん、FF フロントドライブで400馬力です、うん、重いのか乗りやすくてですね、うん、結構セオリー通りに乗れる車だったです、うん、タイムがですね、うん、0秒976ですね。これも速いと、はい、そして、はい、土屋さんが、はい、ジェイズシビック、はいはい、いかがでしたかフィーリングとか。フィーリングはいいんですよ、はい、なんかね、なんかねちょっとブレーキがね、うん、ドンって踏んだ時にちょっと奥でスッといくから、うん、はい、なんかこれやだなっていうぐらい。僕もちょっと後で乗らせてもらったんですけど、土屋さんのように1コーナー登ったところからホトトトってこうなりましたね、うんうん、はい、だからそれだけ、はい、寝かしてた割には全然、はい、いい車だよ、はい、で、うん、ここから、はい、ヤリスとシビックでバトルをやるはずだったんですが、はい、なしということはタイムで勝負だとなるとですね、結果はボス GR ヤリスガモ選手の0秒088。早い早い、これは早い、いきなり登場しても一番早いタイムでしたね。さすが、次回またこの回があることを期待しましょう。
ということでした。はい、皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、でした。さあ、それでは皆さん、はい、今日はね、1月31日なんですが、はい、昨日1月30日が土屋さんのお誕生日ということで、はい、おはい、このようなものが、おお、すごいのが、おすごい、ご用意されました。何これ、すごい、すごい、すごい、何これ、すごいね、これかっこいい。ハッピーバースデー、ハッピーバースデー、ハッピーバースデー、ティアチアさん、ハッピーバースデー、トゥーユー、皆さんおめでとうございます。ホットバージョンでこんな尺使っていいのかね。あの昔テープの頃はちょっとまずいですけど、今大丈夫ですね。大丈夫大丈夫。ああ、いや、すげえ。おめでとうございます。おめでとうございます。すげえ。67歳の宣言です。67歳。宣言。死に一歩近づいた。また一歩。そう。はい。だから今年の目標。はい。健康で笑顔に過ごす。はい、こういうことだよ。土屋さんの後、俺があの豆を引き継ぎますよ。高く売ってやる。そのうち死ぬんだからどうせ。そりゃそうだ、そりゃそうだ。70過ぎまでドリフトですね、はい、当たり前でしょ。70過ぎまでガンガンドリフトしてやるよ、はい、ということで皆さんね、誕生日はありがとうございました。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。はい。皆さんいつもありがとうございますね。これからもガンガン走りますし、ドリフトもします。今後ともよろしくお願いします。はい、ハッピーバースデー DK、 まだまだ熱い走りを見せてください。本当にお願いいたします。